豆乳堂の養配所より登山口とその先にある、宿入り橋一般人が行ける、最高地点山特産は、鳥取県東白郡三笹町にある山である。標高899.6メートル。706年に、縁の行者により、主源の霊地と定められたと伝わる。三名技王、小森、勝手の三所権限を三内に祭り、福徳、知徳。 呪徳の三つの徳が授かる山の由来と発信、般若、下脱の三つの徳に由来する。麓には国宝投入道を有する三徳山三仏寺が存在する。三徳山全域が三徳山三仏寺の境内となっており、投入道の通称で広く知られる奥院の建物は、中腹の断崖に浮かぶように建てられた他に類を、見ない建築物で、 国宝に指定されている。前山が国の名称、史跡に指定されている。世界遺産に推薦を申請したが、継続審議となった。2014年には、区域300ヘクタールが大山沖国立公園区域に編入された。また、2015年に、山徳山、三笹温泉が日本遺産の第一号として認定された。マスコットキャラクターに、ミトちゃんがいる。 新生代第3期にあたる約130万年前に基盤の河口岩層やソロク業界格歴岩層、豆乳道業界格歴岩層から噴出した火山である。山体は流動性の大きい奇跡安山岩からなる。長い年月にわたって風雨による侵食を受けているが、頂上から標高600メートル地点までは現地形と思われる寒斜面が残っている。 南側斜面には、浸食によって生じた40から60メートルに及ぶ、険しい断崖が発達している。三仏寺の道具である、文字道、地蔵道、首郎道は、業界隠歴岩層の断崖上に、農協道、観音道、元結城道、投入道は、業界隠歴岩層と三徳山安山岩の、境目に浸食によって生じた、岩屈、断崖状に建てられている。 特に豆乳洞は、下部層である業界隠歴岩層と、上部層である安山岩層の選択侵食によって生じた断崖を見事に利用して建てられている。安山岩には、中上節理が発達し、溶岩の流下した方向を目でたどることができる。山徳山からは、リトリ川と名のないもう一本の谷川が流れており、不動滝、新蛇滝、龍徳院滝の三つの滝が、 山中にある。ただし滝は深い原生林の中にあるため近づくことはできない。登山道は中腹にあたる豆乳道までの一本のみであり、前山が人石未踏の原生林に覆われているため貴重な植物症が見られる。また寒暖両地方の植物が入り混じって見られる。山仏寺までは野ブツきが多い。標高300メートル地点の文字堂のあたりからは、 ブナの大木が目立つようになる。標高450メートル地点の投入道から上には赤松、赤ガシソヨゴなどが見られる。山徳山では通常はブナ林の階に位置する赤松赤ガシなどがブナ林の上位に位置し植物性が逆転している。これは山徳の山徳川、コリトリ川が作る深い谷から来る冷気の影響で、 低地の方が気温が低いために生じる現象と見られている。従って秋の紅葉も山徳山では山の下方から始まり次第に上方へと移っていく。山徳山の南側にある景勝地、小地家景でも同様な植物症の逆転現象が見られる。山徳山で見られる珍しい植物としては着生植物の死神卵、三徳なでしこ、つくしししゃくなげ、 雲仙万年草、花苗蘭などが見られる。ただこれらの植物は近年の登山客の増加によってめっきり少なくなってしまった。大型鳥獣は多くない。鳥類では山徳川、コリトリ川では川ガラス、奇跡霊が見られる。林にはかけす、小ゲラ赤ゲラ青ゲラなどが見られる。目白、山柄、四重柄、小柄、エナガヒガラ 菊クイタダなどは群れを作って現れることもある。陸外、昆虫類は豊富であるが、本格的な研究はなされていない。山物寺本堂裏手に登山口があり、投入道まで全長約900メートル、高低差は約200メートルの参拝登山道があるが、山頂までは登れない。山物寺の境内であり、入山料が必要。危険な箇所が多く、 死亡を含む滑落事故も何度か発生している。ありがとうございます。